六代目、三遊亭窓かすずめは、埼玉県草加市出身、在住の落語家。本名、葛城龍太。出林は、宮さん宮さん。落語芸術協会会員、三遊亭窓かすずめの当代。自衛隊員として勤務した経験を持つ。1985年に、当は大学附属昌兵高等学校卒業後、陸上自衛隊に入隊。 第31普通科連帯重迫撃砲中隊に配属される。1987年12月に三遊亭小遊座に入門。1988年3月、三遊亭安福都市の講座名で前座となり、浅草園芸ホールで初講座。1992年2月1日、二つ目に昇進し、五代目三遊亭春葉を襲名する。 2001年5月1日、新内に昇進。2018年9月2日、浅草ビューホテルで、襲名披露宴が行われ、6代目、三遊亭マドカスズメを襲名。地元政治家、相撲界、プロレス界などから多数を祝いに駆けつけ、400名、あまりが新しいなでの門でを祝った。襲名に際して、寄席での大々的な披露工業という形は、 取らなかったが、2018年9月下席の新宿末広亭夜の部から襲名記念と名打ち、鳥として出演した。ありがとうございます。